皆様アロハ、フラ講師のひろこです。今回は初心者のためのフラベーシックトレーニングをお送りいたします。これまで紹介してきたステップをイプヘケに合わせて練習するベーシックトレーニングになります。練習するステップは3種類。1つ目はカホロ、2つ目はバーバエカ、3番目はカオになります。ステップの詳しい動きなどについては別の動画で紹介しておりますので、ぜひそちらをご覧ください。ではまず1番目のカホロから始めていきましょう。まず足は腰幅ぐらい、おへそをキュッと背骨の方に少ししまうイメージ。軽く膝を曲げて腰を落としていきましょう。この時膝を前に出さないようにしてくださいね。軽く腰を落とすだけです。そしてそのまま右足が一度寄ったら右足が一歩横に出ます。そして左足がその後についてきて、もう一度一歩右足が横、右に2歩今進みましたので、次は左に2歩進んでいきます。左足が出て右足が出て、左足が出て右足、これがカホロの動きになります。つなげてみますね。右に2歩、そして左に2歩、右に2歩、そして左に2歩。先ほど軽く腰を落としていただきました。それによって足の付け根が緩んでますので、一歩ずつ足が進むごとにその動きにと一緒に柔らかく自分の腰が動いているのも感じてみてください。それではイプヘケのリズムに合わせて練習してみましょう。カホロを練習していきましょう。右に2歩、左に2歩、1、2、3、4、1、2、3、4、両手は腰の付け根に置いていきます。そして肘をしっかり真横に張っていきましょう。では少し手もつけてみましょうか。進行方向に手を伸ばします。反対に肘が落ちないように意識してみましょう。そして進む方向をしっかり見ていきます。顎を下げないように意識してみましょう。次はバーバエカーになります。バーバエカーの動きはその場で動きますね。おへそを締めて足の付け根を引くのは先ほどのカホロと一緒です。そのまま右足がまず斜め前に一歩出ます。戻してきたら今度は左足、このように交互に片足が斜め前に出ていきます。この時に前に出している足の膝も伸ばしてください。そしてかかとは軽く床から浮いています。でも一生懸命こうね、右足の前に出す足を遠くにとする必要はありません。軽く腰を落とした状態で自然に足が出るまでの距離で大丈夫です。大事なのは先ほどのカホロと同じように足を踏み替えるときに一緒に腰が動いているということです。それではリズムに合わせて一緒に練習してみましょう。バーバエカーの練習です。では足の付け根のところに両肘はしっかり真横に張っていきます。両足を交互に右足左足、右足、左足というふうに斜め前に出していきましょう。
手もつけてみますね。片手ずつ斜め前に2回ずつです。次に顔です。この動きは足を腰幅に開いてみてください。そしておへそを同じように締めて足の付け根を緩ませて少し腰を落とします。その場で体重が右に乗って左に乗って、この重心の踏み替えだけでお尻が左右にスムースに動いていく、これが顔のステップになります。それではヒップ平均のリズムと一緒に練習してみましょう。顔の練習をしていきましょう。足は腰幅に手もつけてみますね。手が斜め前、左側が斜め前、入れ替わって右手が、左。いかがでしたか？このベーシックレッスン、フラの基礎です。フラを美しく踊るために、そして楽しく踊るためにとても大切な要素です。私自身、自分のレッスンの時にも必ず踊りに入る前にはこのようなベーシックを行ってからレッスンに入っています。皆さんもぜひこのベーシックを何回も繰り返して練習していただいて、フラの踊りの基本、動きの基本をどうぞ体に染み込ませてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いいたします。